はですね、血圧を下げろとか、それからコレステロールは食事に関係ないとか、この頃も健康については相当議論が沸騰しておりまして、私もですね、まあ随分いろいろ勉強したり研究したり整理したりしたんですね。まあそこら辺で、まあ一番私がまず第一に、おかしいなと思ったのは老化と病気の関係なんですね。人間はだいたい20歳ぐらいまでですね、体の機能も高まるし頭の機能も高まるわけですね。それで20歳頃に大体はその頂点に達するわけですよ。人によってもちろん早熟な人もいれば、大人になってから力を発揮する人もいるんですが、大体は20歳頃なんですね。で一番足も速いし心臓も強いし内臓も健全だし頭脳も非常に明晰になると。ただまあ経験なんか少ないですから頭のように知識が増えてこないといけないものはですね、まあ50歳ぐらいで延熟期を迎えるっていうのはあるんですが、体の機能としては20歳ぐらいがいいわけですね。それをピークにして、あともうずっと現在平均寿命がもう90ぐらいになってるわけですが、それから70年間というものは少しずつ少しずつ体が悪くなってくるわけですね。頭はあまり悪くならないと言われておりますが、体の方は少しずつ悪くなってくるわけです。例えば一番わかりやすいのは徒競走ですよね。20歳ぐらいの時には足の速い人はまあ 100m 13秒とか14秒で走るわけですが、さすがやっぱり80歳ぐらいになるとまあ20秒で走れればいい方だと、こういうことになるわけですね。それから皮膚もそうですね。若い頃はツヤツヤしたピンピンした肌をしておりますが、80歳ぐらいになるとシワクチャの肌になるわけですね。目に見えないけれども例えば体の内部では骨が弱くなるとか内臓の機能が弱くなるとかいうことが少しずつ起こるわけですね。これは病気なんでしょうかね。まあ病気といえば病気と言えないこともないんですが、従来の病気の定義じゃないんですね。それは加齢に基づく、つまり年齢がいくに基づく正常な変化であると、まあこういうふうに考えられてきたわけですね。ですから年を取るとともに少し100メートルの走るの距離あの時間がですね、当初13秒だったのが14秒15秒と少しずつ100メートルの走る時間が長くかかるようになると、みんなはこういうわけですね。ああ俺も年取ったからちょっと随分かかるようになったなとこういうわけですね。それでお医者さんのとこ行ってですね、実は20歳の時には13秒で走れたんですが現在では15秒になりました、これは多分筋肉の病気でしょうから、筋肉増強剤を打ってくださいと言ったらですね、お医者さんはですね、いやそれはちょっと病気とは言えませんよと、病気じゃなくてそれはまあちょっと言葉は悪いですけど老化というもんですから、まあ老化を少し止めるということはできますので、そのためには運動したりなんかしてですね、筋肉の衰えを少しずつ弱めることはできますが病気ではありませんねと、こう今までのお医者さんは言ってたんですよ。ところが血圧になってガラッと変わりましてね、血圧もですね、まあ40歳ぐらい以上になると年齢が1歳、年取るとだいたい水銀中ミリメートル Hg で1ですね、高くなっていくんですね。これはなぜかと言いますと、まあ、筋肉と同じなんですけども血管もですね、血を送る血管もだんだん硬くなって老化していくわけですね。骨も硬くなる、筋肉も衰えてくる、血管も硬くなってくるんですよ。そうしますと血を送ろうと思うとですね、心臓がやっぱ圧力を高めないと同じ血が送れないわけですよ。でも血の中には酸素、栄養、それからばい菌を殺す白血球、それからがんを退治するがん壊死因子と、まあ、主には4つ、もちろんもっと他にもありますが、あるわけですから、これはもうどうしたって、末梢の細胞が欲しいわけですね。ですからどうしても送らなきゃいけない。それでは血圧を上げていく。まあ、血圧を上げればもちろん血管というのはある特定の材料でできてますから、低い血圧で送るに越したことないし、血管を急には太くできないので、まあ、血管というのは大体太さが決まってるんですよ。これなんで太さが決まってるかって言ったら、まあまあそのくらいでやってください。血管ばっかで体作るわけいかないからっていうことで、血管の太さが決まってるわけですね。そうしますと大体まあ70ぐらいになると普通の人は160ぐらいになるわけですね。それが年齢プラス90って昔言われたやつがそれなんですね。まあ、健康でピンピンしてるんですよ。だけれどもこの頃はこれを
高血圧、まあ、症と呼んで、病とは呼んでないんですが、高血圧症といってですね、まあ、病気ですということで血圧を下げましょうというんですね。じゃあ 100m の徒競走が遅くなっても筋肉増強剤は使わずに、高血圧は血圧が高くなると高圧剤を使うとはなぜかというと、それは儲かるから医者がですね、まあ、そういうことになってしまうわけですね。まあ、そういうとお医者さん怒るんですけど、それ以外に何か理由があるんですかね。つまりその老化すると、年を取ると変化が起こる、この体の変化に伴うやつは病気ではないとしないとですね、ダメなわけですね。じゃあ血圧は下げておいた方が脳出血にならないって、いやそれはその通りなんですよ。だけども血圧を下げれば当然血管が硬くなってますから血の量が少なくなりますね。そうしますと元気はなくなる、感染症にはかかる、がんは増えていくということになって、寿命はどっちが長いかわからないんですよ。これなんでわからないかというとですね、縦割り行政だからですね。高血圧学会は高血圧のことしかやらない、がん学会はがんのことしかやらないっていうわけですね。で、業を煮やして人間ドック学会というのが、健康な人の、人間ドックで測定した血圧をやったら、整理したら、だいたい平均は150ぐらいで、ばらつきは120ぐらいから180ぐらいまでだったと。しかも年齢に依存してると、まあ、いうわけですから、年齢に関わりなく130以下がいいとか120以下がいいっていうのはですね、それは薬を打って儲けたいからに決まってるわけですよね。こんな簡単なことありませんよね。ですから私はまずこのですね、筋肉増強剤とか、血圧の話を見ると、老化と病気をまず分けなきゃいけないと思うんですよね。もちろん病気でないから老化してもいいってんじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、まあ、老化は老化として、老化を少し遅らせる手段というのを取るべきであれば、取るべきかどうかも分かんないですけどね、老化っていうのは老化自身が必要なものかもしれませんから。それから病気っていうのは、老化のスピードとか老化によって変わる変化とは違う、細菌によるとか家族性であるとか遺伝的であるとか衝撃が加わったとかいうものを病気と呼ぶと、これをはっきり決めないとですね、今みたいに任意性があって 100m を走る速度はいくら遅くなっても病気ではない、血圧は高圧剤を出すというんではですね、やっぱりいろいろ問題が起きるわけですね。まあ、新しい21世紀、まあ、高齢化社会というのもインチキだということをこの前このブログでお話したんですが、まあ、そういうことも含めて、老化と病気という問題をですね、やっぱり、健康関係の学者、それから医療関係の学者ですね、健康と医療違いますからね。医療っていうのは壊れた体を修理するのが医療であって、健康を保持するとは全然別ですから、やっぱりそこら辺はですね、学者が、まあ、老化と病気というものを一応切り離して考えると、例えば年とともに肌がシワが寄ってくるのを治そうっていうのも非常に大切なんで、これを外科的にですね、シワを伸ばすっていうのはまあ治療でしょうね。だけども、まあ、それがいいかどうかも議論し、それから、まあ、シワが伸びる薬とかそういうものは一体これ病気だからシワ病だから伸ばすのかっていうようなこともですね、はっきり決めとかんといかんし、まあ、それに基づいてですね、筋肉増強剤なり、それから高圧剤なりがですね、ただそれが医者が儲かるからとかいうんじゃなくて、国民の健康側から考えるってことですね。私はあの寿司というシリーズで芸者のことをこの前話しましたが、今の銀座のクラブはですね、お酒の量を増やそうとしてどんどん継ぐんですよ、女性が。ところが芸者はですね、楽しくその人が遊んでくれて帰ってくれるために、調子の悪い時はお酒を継がないんですよ。つまり本来のその人の仕事に忠実であって、お金に忠実じゃないっていうのが日本文化なんですね。ですからこの際、お医者さんとか専門家とか健康の専門家とか体操中か運動の人なんかもですね、自分が職業的に儲かるということから少し離れて、やっぱり相手が健康で幸福な人生を送るためにやると、まあ結果はそれで少しのお礼をもらえばいいやというぐらいに変えてですね、老化と病気の問題に取り組んでもらいたいというふうに思います。この辺で、まあ、一番私がまず第一に、おかしいなと思ったのは、
老化と病気の関係なんですね。人間はだいたい20歳ぐらいまでですね、体の機能も高まるし頭の機能も高まるわけですね。それで20歳頃に大体はその頂点に達するわけですよ。人によってもちろん早熟な人もいれば、大人になってから力を発揮する人もいるんですが、大体は20歳頃なんですね。で一番足も速いし心臓も強いし内臓も健全だし頭脳も非常に明晰になると。ただまあ経験なんか少ないですから、頭のように知識が増えてこないといけないものはですね、まあ50歳ぐらいで延熟期を迎えるっていうのはあるんですが、体の機能としては20歳ぐらいがいいわけですね。それをピークにして、あともうずっと現在平均寿命がもう90ぐらいになってるわけですが、それから70年間というものは少しずつ少しずつ体が悪くなってくるわけですね。頭はあまり悪くならないと言われておりますが、体の方は少しずつ悪くなってくるわけです。例えば一番わかりやすいのは徒競走ですよね。20歳ぐらいの時には足の速い人はまあ 100m 13秒とか14秒で走るわけですが、さすがやっぱり80歳ぐらいになると、まあ、20秒で走れればいい方だと、こういうことになるわけですね。それから皮膚もそうですね。若い頃はツヤツヤしたピンピンした肌をしておりますが、80歳ぐらいになるとシワクチャの肌になるわけですね。目に見えないけれども、例えば体の内部では骨が弱くなるとか内臓の機能が弱くなるとかいうことが少しずつ起こるわけですね。これは病気なんでしょうかね。まあ病気といえば病気と言えないこともないんですが、従来の病気の定義じゃないんですね。それは加齢に基づく、つまり年齢がいくに基づく正常な変化であると、まあこういうふうに考えられてきたわけですね。ですから年を取るとともに少し100メートルの走るの距離あの時間がですね、当初13秒だったのが14秒15秒と少しずつ100メートルの走る時間が長くかかるようになると、みんなはこういうわけですね。ああ、俺も年取ったからちょっと随分かかるようになったなとこういうわけですね。それでお医者さんのとこ行ってですね、実は20歳の時は13秒で走れたんですが、現在では15秒になりました、これは多分筋肉の病気でしょうから、筋肉増強剤を打ってくださいと言ったらですね、お医者さんはですね、いやそれはちょっと病気とは言えませんよと、病気じゃなくてそれはまあちょっと言葉は悪いですけど老化というもんですから、まあ老化を少し止めるということはできますので、そのためには運動したりなんかしてですね、筋肉の衰えを少しずつ弱めることはできますが、病気ではありませんねと、こう今までのお医者、一番私がまず第一に、おかしいなと思ったのは老化と病気の関係なんですね。人間はだいたい20歳ぐらいまでですね、体の機能も高まるし頭の機能も高まるわけですね。それで20歳頃にだいたいはその頂点に達するわけですよ。人によってもちろん早熟な人もいれば、大人になってから力を発揮する人もいるんですが、大体は20歳頃なんですね。で一番足も速いし心臓も強いし内臓も健全だし頭脳も非常に明晰になると。ただまあ経験なんか少ないですから、頭のように知識が増えてこないといけないものはですね、まあ50歳ぐらいで延熟期を迎えるっていうのはあるんですが、体の機能としては20歳ぐらいがいいわけですね。それをピークにして、あともうずっと現在平均寿命がもう90ぐらいになってるわけですが、それから70年間というものは少しずつ少しずつ体が悪くなってくるわけですね。頭はあまり悪くならないと言われておりますが、体の方は少しずつ悪くなってくるわけです。例えば一番わかりやすいのは徒競走ですよね。20歳ぐらいの時には足の速い人はまあ 100m 13秒とか14秒で走るわけですが、さすがやっぱり80歳ぐらいになると、まあ、20秒で走れればいい方だとこういうことになるわけですね。それから皮膚もそうですね。若い頃はツヤツヤしたピンピンした肌をしておりますが、80歳ぐらいになるとシワクチャの肌になるわけですね。目に見えないけれども、例えば体の内部では骨が弱くなるとか内臓の機能が弱くなるとかいうことが少しずつ起こるわけですね。これは病気なんでしょうかね。まあ病気といえば病気と言えないこともないんですが、従来の病気の定義じゃないんですね。それは加齢に基づく、つまり年齢がいくに基づく正常な変化であると、まあこういうふうに考えられてきたわけですね。ですから年を取るとともに少し100メートルの走るの
距離、あの時間がですね、当初13秒だったのが14秒15秒と少しずつ 100m の走る時間が長くかかるようになると、みんなはこういうわけですね。ああ、俺も年取ったからちょっと随分かかるようになったなとこういうわけですね。それでお医者さんのとこ行ってですね、実は20歳の時は13秒で走れたんですが、現在では15秒になりました。これは多分筋肉の病気でしょうから、筋肉増強剤を打ってくださいと言ったらですね、お医者さんはですね、いやそれはちょっと病気とは言えませんよと。病気じゃなくて、それはまあちょっと言葉は悪いですけど、老化というもんですから、まあ老化を少し止めるということはできますので、そのためには運動したりなんかしてですね、筋肉の衰えを少しずつ弱めることはできますが、病気ではありませんねと、こう今までのお医者さんは言ってたんですよ。と血管の太さが決まってるわけですね。そうしますと大体まあ70ぐらいになると、普通の人は160ぐらいになるわけですね。それが年齢プラス90って昔言われたやつがそれなんですね。まあ、健康でピンピンしてるんですよ。だけれどもこの頃はこれを高血圧、まあ症と呼んで、病とは呼んでないんですが、高血圧症といってですね、まあ病気ですということで血圧を下げましょうというんですね。じゃあ100メートルの徒競走が遅くなっても筋肉増強剤は使わずに、高血圧は血圧が高くなると高圧剤を使うとはなぜかというと、それは儲かるから医者がですね、まあそういうことになってしまうわけですね。まあそういうとお医者さん怒るんですけど、それ以外になんか理由があるんですかね。つまりその老化すると、年を取ると変化が起こる、この体の変化に伴うやつは病気ではないとしないとですね、ダメなわけですね。じゃあ血圧は下げておいた方が脳出血にならないって、いやそれはその通りなんですよ。だけども血圧を下げれば当然血管が硬くなってますから血の量が少なくなりますね。そうしますと元気はなくなる、感染症にはかかる、がんは増えていくということになって、寿命はどっちが長いかわからないんですよ。これなんでわからないかというとですね、縦割り行政だからですね。高血圧学会は高血圧のことしかやらない、がん学会はがんのことしかやらないっていうわけですね。で、業を煮やして人間ドック学会というのが、健康な人の、人間ドックで測定した血圧をやったら、整理したら、だいたい平均は150ぐらいで、ばらつきは120ぐらいから180ぐらいまでだったと。しかも年齢に依存してると、まあ、いうわけですから、年齢に関わりなく130以下がいいとか120以下がいいっていうのはですね、それは薬を売って儲けたいからに決まってるわけですよね。こんな簡単なことありませんよね。ですから私はまずこのですね、筋肉増強剤とか、血圧の話を見ると、老化と病気をまず分けなきゃいけないと思うんですよね。もちろん病気でないから老化してもいいっていうんじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、まあ、老化は老化として、老化を少し遅らせる手段というのを取るべきであれば、取るべきかどうかも分かんないですけどね、老化っていうのは老化自身が必要なものかもしれませんから。それから病気っていうのは、老化のスピードとか老化によって変わる変化とは違う、細菌によるとか家族性であるとか遺伝的であるとか衝撃が加わったとかいうものを病気と呼ぶと、これをはっきり決めないとですね、今みたいに任意性があって 100m を走る速度はいくら遅くなっても病気ではない、血圧は高圧剤を出すというんではですね、やっぱりいろいろ問題が